どうも、ビーズランニングのゆくしろと、小平と、上田レモンです。よろしくお願いします。お願いします。ゆくしろさん、ちょっと暗くないけど、大丈夫声がなんか。声が分かりました。いや、また分かるって言うよ。早いだろ。何やけど、タンバラがジェンダーバラ。ダメ、もういいよ。ダメだ、枯れてるよ、もう。俺たちがやってなかったことがあるんですよ。もうカルタビも7回ぐらいやったんだけど、俺たちまだ縄文カルタをやってる姿を見せてないっていう。そもそも幸男さんって長野出身ですけど、やったことあるんですか？あの、衝撃的なんですけど、僕縄文カルタやったことないんですよ。絶対にこちらですね、アプリが出たんですよ。はい、僕たちがあの開発に携わったんですよ。いや、携わってね。これあの2台のスマホで対戦もできるし、うん、相手がコンピューターで一人で遊ぶこともできる縄文カルタのアプリ。やっていこう。はい、はい、やりましょう、はい、やりましょう、はじめ来たよ。はい、よーし、上田レモンね。そして並び替え、あ、ちゃんと動いてるの反映されてる。こっちで勝つわ、ごめんなさい。つるまう形の群馬県、え、押せないよ。あ、違う、最初のつるまう形の群馬県2回ナレーションして、つるまう形のその次がスタート。群馬県、あと音を大きくしてもらっていいですか。和さんの大会、お手つき、よし。え、ちょっと待って、鶴馬岡田氏はどうだったの？だから、なしです。なしなの？なし、なし。和さんの大会、石子は、はい、取りました。あ、間違えた、俺も言った。よし。降参してもいいですか？いやいや、まあ早いだろ、お前。名戦を乱す、伊勢崎市。これ、絵札覚えてんのでけえな。4343、これいけるぞ。マユトキートは日本一、はい、それは日本で最初の旗どころです。マユトキートは日本一、恥ずかしい。矢の塵洗う島温泉、うん、これは取りたかった、エッチなやつ。力合わせる200万、シックセンス。最近200万ちょっと下回っちゃってるけどね。いいっすよ、そんなんいらないっす。戦況ゼヌマ花の原、あ、2秒差でした。2秒差、結構ね、結構ね、花の原、伊香保温泉、日本の名湯、あ、はい、伊香保温泉、やべ、自分のデッキ取られるのやだな。デッキって名湯、理想の殿下に電源群馬。次、あ、来ますか。理想の電化に電源群馬、じゃあもう A 押しといてくださいよ。演技グルメの少林山、盛り上がってんな。俺も押したんだけどな。もうね、ここまで来たらもう決め打ちですよ。もうずっとそんな、見てからやべえ。浅間のまあ、圧勝ですよ。まあ圧勝ですよ。そうだな。29-15。ありがとうございました。ありがとうございました。これは負けられねえんだよ、群馬県民同士の戦いとして。そうだな。ここはもうガチンコや。はじめ。はい、じゃあ並び替えいきます。すんこ。ガチすぎん？ガチすぎてるね。もう俺も話しかけづらいもん。ねえ。なになに、全然高減してないんですけど。当たり前だろ、お前。あ、やった、うん、え、俺、あっちあっちってか、寒いとかなんだ。なんで俺だったじゃん。ねえ、やめて、俺のデッキから取るの。デッキって、俺の陣地から取りやがったな。やられたらや、自分の陣地で勝負しろよ。倍返した。あ、そこちゃんと言うんだ。なんかボケっかと思った今。え、経過は、経過は18-16。え、ゲッゼッツ。お前すごい噛むなよ。終わるんだよ。追いついた。よし、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 
19-25。おお。途中までな勝ってたんだけどな。確かに。これでトミーはまあ優勝決定ですね。優勝決定です、ね。あ、決定か。はい。おきた。はじめ。すると。すげえアドバイス。それはでも大体やる人は思いつく。あいつ人物固めてんな、あそこに。牢の船津電磁ベー沼田城下城牢の船津電磁ベー水上谷川スキーと登山映画ら言いますね。日本で最初の富岡製紙なんかお姉さん二人よくわかるね。平和の使い。新島よ。男って何？橋人情と大宮地の下町長野の登る春菜のキャンプ村。さすが女好きですね。登る春菜のキャンプ村。もっぱい好きですよ。いや何言ってる。トリプルスコアつけられてんだけどね。三馬石とともに名高い冬桜。好きじゃん。おい。片岡鶴太郎ね。はい。いやちょっと。戦績は？戦績俺2勝1敗全敗。全敗ということで、まあ、僕が昼飯をおごるということで。はい、いやいや久しぶりのあの中のさ撮影でなんかちょっと調子狂っちゃった。そうだね。しかもちょっと中の撮影にあんまいい思い出ないから、ね。思い出ない。そうそう。それでは皆さん。駆け出しの頃にね。それでは皆さんもぜひ縄文カルタアプリやってみてください。いや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 、天竜さん、天一郎さん。